城県外出身の有名人が茨城の魅力を再発見。高見奈ちゃん、今旬の茨城の名産は知ってっか？今が旬、春だから山菜とか、海もありますからシラスとか。正解はこちら。あ、メロンだ。確か高見さんのご実家もメロン農家ですよね。そうだよ、メロンのことなら俺に任せろ。茨城県はメロンの出荷量が25年連続日本一、まさにメロン王国。水はけの良い大地と温暖な気候がメロン栽培に適していて、この時期春メロンが出荷されんだよな。特に茨城県オリジナルのメロン、茨城キングは上品な甘さが評判だな。わあ、すごい、これ一面メロンですって。あ、実ってますね。メロンっていつ頃から栽培を始めるんでしょうか？植え始めは12月ぐらいですね。あ、12月、そんな寒い時期からなんですか？はい。知らなかった。2月ぐらいになると、はい、こういうふうに花の下に実がついてくるんですよ。あ、この丸っこいのがメロンってことですか？そうなんです、はい、知らなかった。そうなんですね、はい、手塩にかけて育てた愛情たっぷりのメロン、お味はどう？おいしい。甘、香りがまずいいですよね。すごいみずみずしさですね。これは贅沢だわ。とっても美味しいです。さすがメロン王国、ジューシーさ格別です。魅力を知って茨城推しに。詳しい情報はサイトをチェック。